ところでどうじゃ。天馬の背に乗って天かける気分は。はい、そうであろう、そうであろうの。何者にも遮られず、信号もなく交差点もなく天かけるのは気分がいいもんじゃ。はい、皆さんこんにちは、ピカです。ドラゴンクエスト6、幻の大地やっていくよ。はい、そしたらここグラウド城だったかクラウド城だったかね、もう一回ちょっと確認しましょうクラウドです。はい、クラウド城のね、住人たちとお話ししていきましょうか。ん？もしやあなたたちの持っているのは4つの伝説の武器とボム、ということはあなた方なのですね、この城を救ってくださったのは。ありがとうございました。どういたしまして。俺そういえばボム取り戻したんだね。そしたらセバスの兜、オルゴの鎧、スフィーダの盾、よーし。そしたら今すぐね整理するぜめちゃくちゃすげえな剣によし。まだでもハッサンには攻撃力を及ばないんだ。さすがハッサン。でもまあバーバラ190、すっげえ強くなった。防御力が特にね、防御力はもうナンバーワンだね。オッケー。まあテリーファンの方ね、ちょっと申し訳ないけどね、今からレベル上げとはちょっとまあストーリー重視でクリアちょっと生かしてください。そしたら話していきましょうか。泣いてるよペガサス、泣いてるよペガサス、待ってるよペガサス、待ってるよ。おお、知ってるよペガサス、また飛べるって。勇気、希望、力、未来、いろんな夢を背中に乗せてまた飛べるんだって。あはは、なんか君かっこいいね。また飛びますよそりゃ。飛んでやろうじゃないですか。ゼニス王によるとこの城を封じていたデュランもまた大魔王の配下に過ぎなかったと。大魔王デスタムーアは自分だけの世界を作り、そこに全ての世界を飲み込むつもりです。王の話によるとすでに何人もの人々がその世界に飲み込まれていったとか。はあ、じさん、狭間の世界をご存知か。あ、いえ。夢でもない現実でもない暗黒の世界、それこそが大魔王デスタムーアが住むという狭間の世界なのじゃ。誰も自分の意志では行くことができぬ。ペガサスを除いてはな。はあ、はあ、ペガサスか。ああ、おやすさん。この城には天かける天魔ペガサスが住むと言われる塔に通ずる。ただ一つの道がある。はい。それゆえにデスタムーアはこの城を封じたのであろうな。その道は教えてくれないんですね。もう知ってるけどね。守っていた人が言ってくれるのかな。
じゃあ話ちょっと飛ばないうちにそこ行こっか。一時的にね。あなた、王様の許しがなければここを落とするわけにはまいりません。どうかお引き取りを。そしたらこっちは俺行ったっけ。あ、行ったね。うん、かっこいい人がどうのこうのってなんか言ってたもんね、 あの野郎。どうしたのかなこいつ。ここにあるのはみんな世界中の子供たちさ。そうだ、いいものをあげるね。はい、世界中の雫、みんなには内緒だよ。バイゼルダのブルドック大切に使ってね。オッケー、世界中の雫、モリブリンだったかな、ゼルダのみんなに内緒だよっていうブルドックはモリブリンだったか、忘れちゃった。世界中の雫は一雫しか持てないけど全員を一度に回復できるよ。ベホマズンと一緒だよ。ああ、ありがとう坊や。そんな高価なものを扱える子供ってすごいね、あんた坊や。おっと、またここにもヨッシーの卵が。キュルルンキュルルン。ああ、生まれそうですこれ。オラ、王様からお預かりしたこの卵の世話をしているだよ。なんでもこん中には未来が入ってるって話だっただべよ。おら、難しいことはわからねえけど、同じ未来なら明るいやつがいいやな。俺もうすぐ生まれっかもしれねえだべよ。あ、そうなの？キュルルンキュルルン。ゼニス王は世界のすべてをいつも見守っています。しかし王もまた夢の国の住人、心の力だけではどうすることもできぬことがありまする。あなた方は下の世界のもの、どうかゼニス王のお力になってくださいまし。はい、わかりました。ここは こっちは また。あれ？あれれ？僕どうしちゃったんだろう。そっか、人間になれたんだ。あ、なんでもないよ。ここはゼニス様のお城だよ。夢の世界を束ねるなんてゼニス様頭いいよね、貴様と違って。はい、先生。気にしない、気にしない。ね。気にしちゃう。こっちさ、こっち行ったらさ、町あるよな、ムーン、なんとかの町、ね。そんなものはあるわけありませんよね、ここ、どこだよ、ここ。誰だよ、貴様ら。作戦、みんな頑張れ。やれい。真空派。真空派、真空派、え？真空波、お前覚えてねえの？ジゴスパーク見せてみろ。皆さんに見せてあげなさい。おい、チャモラ。ピカ、早くやって。と？ジゴスパーク。ああ、やってしまいました。スパークしてしまいましたよ。どこだろうこれ。これ夢の国かここ。
さっきんとこはどこだ？で、ここから出たんだよね。で、ここでもう行き止まりか。それではまだ話してない人いるかな。王様どこだ？こっちは行ったか。あ、行ったね。ならばあとここだけかな。私たちは現実の世界のさまざまな人たちの夢が集まって生まれました。そうした人々の夢を束ね、夢の世界を治めるのが私たちの国王ゼニス様。さあ、王様がお待ちかねです。どうぞお急ぎくださいまし。はい。この度は我らが封印を解いていただき誠にありがとうございました。ああ、丁寧なご挨拶どうもありがとうございます。さあさあ、ゼニス王がお待ちかねです。はい。よくぞ来たピカよ。私は待っておったぞ。もう聞き及んでおるだろう。大魔王デスタムーアの名を。大魔王デスタムーアは自分を脅かす恐れのある4つの伝説を封印した。人の持つさまざまな能力を拡大させ、やがて勇者を生むかもしれぬダーマーの神殿を黙らせた。はい。優れた武器や防具などを与えるメダル王、究極の大呪文マダンテを今に使える魔法都市カルベローナ、そして大魔王が作り上げた狭間の世界への鍵を握るこのクラウド城だ。そしてその鍵とは、背中に輝く羽を持ち空かける天魔ペガサスのこと。このペガサスには狭間の世界の入り口の結界を打ち破る力があった。だが大魔王によってその力は奪われた。よいかピカよ、この城の井戸より地上に降りペガサスを連れてくるのだ。その時こそもう一度ペガサスにその力を授けようぞ。はい、わかりました。ゼニス王から話は聞いております。どうかお気をつけて。はい。あ、なんだこれ。いや いや、どこ、なんすんのこれ。いや、わかんねえ。どうすんのこれ。なんか使うの？え、ここどこ？え？違うとこに来たぞ。俺降りてただ上がっただけなのに。え？あ、ここか。これが天板の塔か。
これ宝箱だよね。オッケー、さっき見えたとこだよね。よっしゃ、メダル。ヘルジャッカル。やべえ、バーバラやばい。うわ、バーバラ死んだ。チャーモロン、お前回復してやれよ。お前ほんとみんな自己中で困るわ、こいつら。ほんとにね、手柄のことしか考えてねえんだよね、本当に。参ったぜ。ちょっと待って、ミレイユのザオラル。で、これで呪文ピカのインパス。オッケー。あ、世界樹な。オッケー。世界樹の葉は、うん、ピカとハッサ持ってんだな。よっしゃ、あ、そっか、回復してやれよって。俺呪文使うなにしてから回復してねえのか。あ、オッケーオッケー、俺が悪いんだね。ごめんみんな、チャモロくん、ごめんなちゃい、チャモロくん。でもね、あの結構自己中なんだよねこいつら。うーわ、キラーマシーン。まあ俺がハッスルダンスしてもいいんだけどね。もう当たってくれた、嬉しい。今のチャモロの地割れ、アラレちゃんみたいの、あの地球割り、あの、ああポイントちゃんと当たるんだ、これはいいな。ザラキみたい感じやもんね。うん、おっとバーバラやばいぞ。はーい、てっぺんに登ってきたぜ。ここじゃ。よし、
そしたらあのお馬さん、で途中の宝箱で、ドラゴンキラー見っけた。ハッサン今装備してる。307ぐらいだったのが、10か9ぐらいね、上がったよ、攻撃力ね。そしたら、呪文ピカの、アモスのドラマナ。これで調べる。返事がない。ただの石、石像のようだ。え？あれ？見てください。ファルシオンの様子が。ファルシオンだと？ファルシオンがペガサスだったの？待て、そうはさせぬぞ。あと一歩というところで悪かったな。しかし大魔王様の命によりペガサスを復活させるわけにはいかないのだ。その馬もろとも地獄に落としてやろう。なんだと？ランプの魔王デビルパピオン、これってなんだろう。普通の本当のボスなのか、一般のあの普通の雑魚敵が集結したのか。命令させろ。呪文スクルト、そして呪文特に聖剣好き、これで呪文作ると防御にしとこうか。魔法系か。うわ、誰？ハッサンか。そしたら戦う特に聖剣好き、特に、ハッスルダンス、そして、バイキルト、キアリーね。どうすっかな。バーバラちょっと危ねえけど。よしよし。嘘、呪文書き消される。あ、さっきのなんかの霧か。じゃああいつらの呪文は、ハッスルダンスの方いいかな。聖剣好きでやれるかな。
まあいてつく波動でもできる、いいんだよね。まあ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 。違う違う、呪文キアリー発散で、特技ハッスルダンス。ああそっかそっか、あくそ消されるんだったな。回復、回復はどうなの。ハッスルダンスならいけるやろ。よし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 、参った参った参ったぞ。まあまあ、そしたらハッスルダンスしまくろうぜ。で呪文、自分の呪文もどうなんだろう、ちょっとわかんねえな。一応かけてみよっか。ピカにしたっけな、忘れちゃったな。あ、消されるな、消されるんだ。うわ、あいつの攻撃力も半端ねえな。死の踊りはやめろ、もうめちゃくちゃやな。うわ、猛毒えげつね。これ防御だよ。ハッスルダンス、これいつまで効くんだろう。特技聖剣好き、特技ハッスルダンス。うわきつい。ハッスルダンス2人覚えててよかったわ。うわ、ひどい攻撃力。こいつ真空波覚えてたろ。うん、魔法のランプには真空波効かねえんだ。普通何効くのか見ればよかったな。こりゃひどいな、こりゃきつい。まあまあ、特に飛び膝効くか。特に呪文なの特技だよな。ギガクラッシュ、あ、全員じゃないんだ。ジゴスカスパークだ。真空波じゃダメだ、攻撃でいいよ。で、特に発するダンス。あ、倒した倒した。よしよし、思いっきりやれ。うわ、効かないんだ。よしよし、オッケー。うわーひどいすんごいな、このコンビネーション。
その、デスタムー様。見て。おっと、なんだ、ファルシオンも石像にされてて、ハッサンたちと一緒だね、融合だぜ。おあ、これは攻略ありがたいな。あの、ファルシオンって書いてなかったもんね。飛びました。なんだろう、このあの白いなんか霧みたいなのは霧っていう表現なのかな。なんとファルシオンにかけた手綱が光り輝いている。ハッサンは天魔の手綱を手に入れた。よっしゃ、いて。呪文。あ、そっか、ハッサンかけないと。まあ、トラマナ。あ、ゼニス様。よくやった、ピカよ。よくぞ、ペガサスをも解放してくれた。ところでどうじゃ、天馬の背に乗って天かける気分は。はい。そうであろう、そうであろうの。何者にも遮られず、信号もなく交差点もなく天かけるのは気分がいいもんじゃ。さて、しかし、ただ飛んでいるだけでは魔王のいる狭間へはいけぬ。約束通り、この私が天馬の持ってる力のすべてを解放しようぞ。ゼニス王は静かに目を閉じて何やら祈り始めた。ドラゴルペガザルカーッ。うん、これでよい。そなたらにも扱えるよう天馬の手綱に青いボタンをつけておいた。天かけているとき青いボタンを押せば狭間の世界へと行けるであろう。ああ、しかし急ぐでないぞ。ひとたび狭間に行けば、そこは大魔王デスタムーアの作った世界。どんなことが待ち受けているかわからぬし、戻ってこれぬかもしれぬ。青いボタンでもな。はい、心してかかるがよいぞ。はっ。これで飛んで青いボタン押せばいいんだな。だよね。うん。はい、それではね、今回はここまでにしときます。ではまた次回お会いしましょう。またね。